の中に入っている品物をトラックにフォークリフトでひっくり返すっていう作業が、ひっくり返す、ひっくり返す、頭の中ではイメージつかないんで、ね、この技は、はい、あの人しかできないさ、みんなできはるんですか。あ、うちの従業員は全員できます。おー、はい、すげえ。社長は私もできます。やってください。引っ掛けていくんですけど、爪がこうやって上に行きます。おーおーおー、で、ひっくり返していきます。社長、これ、はい、見てたら、はい、なんか面白いことするよって。そうですね。なんですけど、何を今してはるんですか。まあ、フォークリフトを使って箱に入ってる、まあ、バッカンって言われてるんですけど、はい、鉄の箱ですね。鉄の箱、はい、バッカンの中に入っている品物をこうやってトラックにフォークリフトでひっくり返すっていう作業が。ひっくり返す、ひっくり返す。え、無理じゃないですか。普通に立ってこう上げるんですよね。そうですね。また見とってもらうと分かるんですけど、うちのフォークリフトはヒンジって言って爪の部分が、うん、上下動くようなタイプ。はいはいはい、そうです。で、バッカン箱、鉄の箱の下にも爪が引っかかるような、構造になってますので、はあ、爪でひっくり返すことができる。え、なんかあんまり頭の中ではイメージつかないんで、ね、見たら早いですか。はい、一回見てもらったら。はい、はい、まあ、職人技ってやつですよね。そうですね。ちなみにあの人は、あの人なんや、うちの社員じゃないんですよ。まあまあ、いつも馴染みのというか。はい、そうです、そうです。いつも運んでくれてる、はい、ステンレスの、まあ、商社さんみたいな感じ。なるほど、はい、そう、まあ、ここまではまあまあ普通に運んでますよね。上げていきます。はい、バッカンの下を見てもらったら、エッジで組まれているところがあるんだ。おー、はいはい、はい、あ、これから引っ掛けるんや。そこから引っ掛けていくんですけど、爪がこうやって上に行きます。おーおーおー、で、ひっくり返していきます。あとは爪に引っ掛かるような仕組みになってますね。帰りがある。なるほど、すごい。おお、こういった形でフォークリフトでトラックの方に積み込みをしていくと。ということは、あの箱も特注で作った的なことですか。そうですね。1って書いてますけど、はい、このために作った箱になります。あ、そうなんですか、はい、なんかいい方法ないかなから来たんですか。そうですね、まあ、フォークリフトでひっくり返しやすいようにするにはどうしたらいいのかっていうので。すごいアイデアですね。そうですね。この技は、はい、あの人しかできないさ、みんなできはるんですか。一次産業さんの人。あ、うちの従業員は全員できます。おお、はい、すげえ。社長は。私もできます。やってください。ただうちのトラックじゃないんで。なるほど、うちのトラックやったらやるんですけどね。うちのトラックじゃないんで今日はやめておきます。細かな。うちのトラックでもやってくれたんかな。はい、うちのトラックなんぼでもやるんですけど。いや、これ次だいぶまたてんこ盛りっすよ。そうですね。さあ、また引っ掛けて。そうですね、引っ掛けて。爪を上げていく。前に行くことによってあそこの帰りに引っかかるような。すごい、この上げるタイミングと前に行くタイミングが合わなければ箱がトラックの中に入ってしまいますね。いや、これ、あの、簡単そうにやってるんですけど、これ技術は高い。めちゃめちゃ職人技っすよ。そうなんです
はい、ということで、はい、職人技見させてもらいましたけど、はい、どうなんですか、あれ成功率はほぼほぼ 100% なんですか。そうですね、非常にうまいです。失敗する時もある？失敗する時ももちろんありますね。あ、そうなんですね。まあ、その時も、フォークリフトが爪が動くので、まあ、何なりと修正はできるんですけど、うんうんうん、今日は調子良かったと思います。はい、職人技見してもらいました、はい、ありがとうございました。僕もできるんで次回お願いします。わかりました。はい、はい、今回の動画いかがだったでしょうか。まあ、次回は私も挑戦したいなと思いますので楽しみにしてください。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、会社の情報は概要欄に記入してますのでそちらも合わせてチェックよろしくお願いします。地球は鉄でできている鉄くず兄さん藤尾でした。